リーダー、昔より化粧上手くなったね。白井美代 VS 飯田美香。さて続きましては飯田美香対白井美代の一戦であります。まずは飯田が登場してまいりました。さあ白井美代の引退ロードということで、このシングル対決、おそらくこれが飯田にとっては最後のシングルということになるんではないでしょうか。さあいつものようにこのベルトを掲げての白井美代の登場だ。さあこの3本のベルト、4団体所属でありますこの白井美代が今ベルトを掲げてコールを浴びております。あれベルトなんか減ったんですね。そうですね、この段階では何がなんですかね。フライティユニオン、そうですね、後楽園ホールで日付葵に取られたやつや、はい、そうでしたね、この前日でしたね、前々日ですね。そうですね、はい、おっとまずこれ虫がいたかなんかでね、虫を気にしてるんですね。そうなんです、金分がね飛んでたんです。あらら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 、まあ、夏ですからね。そうなんです、あのね金分ね、お客さんにくっついてきたんですよ。入り口で見て、はい、あのお客さん金分ついてるなと思ってたらはい、はい、ここに登場しやがりましたリングを横切ってましたからね。そうそうそう、今金分来ましたね。さあミオのこの、まあ、シングルで、まあ、いろんな選手と今当たってるわけですけども、この飯田とはね、まあ、ホワイトテイルズというね、まあ、ユニットの中で一緒だったりとかね、まあ、いろいろとそういうつながりもあったわけですよね。そうですね、はい、あそうやホワイトテイルズってあったな、はい、飯田だけですね残ったの。おそうですね、まだそんなに立ってないんですけど ね解散してから飯田だけですね残ったのね。そうですね、いや今やホワイトテイルズの最後の遺伝子ということにもなりますね。そうですそうです。さあ他の選手はまあリタイアというかね、まあ、そういうことになりましたが、さあここで顔面をかきむしってまいりました飯田。まあこの飯田役ですね、ミオには本当にお世話になったということで、まあ例えばこの、まあ、服をたくさんいただいたりとかね。ああ言ってましたね。で、はい、あと化粧も、はい、化粧もなんか飯田最近整形したって言ったら、はい、あミオさんに化粧の仕方教わりましたああなるほどつって、はい、まあ、一時飯田君にねそういう整形疑惑みたいなのありましたけど、はい、その正体は、まあ、ミオがまあ化粧を教えてくれたということで、まあ、ファッションセンスを磨いてくれたということですね。そうですね、はい、さあここでおっとやはりやり返していきました白井ミオ。さあ完全に飯田を捉えております。プロレスラーにはプロレスラーはやはりリング上でしか教えること伝えることはできないということで、この日そのリング上で何かを伝えたいと言っておりました飯田。さあしかしここで持ち上げるか、飯田はうまくカットする、逆転のボディスラム。新人の時に使ってたやつ行くぞ。ほう、何が出るんだ。タニバット、タニバット、懐かしのタニバット、もう一回いった。いや高野さん懐かしいですね。懐かしいですね、はい、でもこの後恥ずかしいわいって言ってましたね。やっぱりタニーちゃんの技恥ずかしくなかったよ。まあ飯田はね元々ネオの所属だった時にね、その時の先輩だったタニーマウスから伝授された技なんですけど、まあ伝授した理由がね、その当時の髪型がタニーちゃんと飯田選手そっくりだったそうで。あーあの貧乏くさい時ね。はいはいはい、まあ今も貧乏ですけど。まあそうですけどね。まあそれがね、飯田があの栗原あゆみと組むようになってからはね、飯田ロケットというふうにねちょっと進化してガタガタに、そうですね、はい、さらに進化を遂げたわけですよね。たまにちょっとあの届かない時ありましたよね。あったあったあった。あれ結構微妙なんですよね距離感がね。そうなんです、はい、そんな技がありました。タニバット、まさかのデビュー当時にやってた技を公開しました。さあここでテイクのキックはこれはやり返す。さあミオが今度は逆転の619だ。さあ4団体所属ということで活躍してまいりました白井ミオでありますが、さあこの9月に引退を控えております。さあしかしここで首4の字の体勢。さあここで首4の字の体勢。さあ飯田がなんとか逃れることはできるか。さあさらに締め上げていきます。まあ白井美代はですね、まあ、さ冒頭のところでベルトを持っての入場がありましたけども、4団体所属した全ての団体のベルトを取ったということでね、はい、まあ本当になんか引退を前にこう本当にいろんな功績実績を残してますよね。そうですね、はい、そうですね。で、なんやろ、あの4団体がみんな美代のためにって言ってそういうやっぱり場を設けてるのも、はい、お姉ちゃんの人柄かなっていう。そうですよね、ね、どうしようもない人やったらそんな多分ベルト挑戦とかならないと思うんですよ。そうですね、確かにそうですね。
それがね、本当に、まあ、ベルト挑戦、そしてダッシュというところまでこぎつけてここまで来ました白井美桜。さあ、そのままトップロープに登ったのは飯田だ。ミサイルキック、跳躍力も十分で抑え込んでいく2カウント。まあ、美桜はですね、飯田君を可愛がった理由の一つとして、まあ、本当にのデビュー当時自分は何もできなかったと、はい、まあ、なんかそこでね、なんかちょっと飯田君に対してこうそういったなんか親近感を抱いたというのがあったらしいんですよね。まあ、そういったまあ共通点といいますか、その新人時代の思いが何か募ったものがあるんでしょう。さあ、そのまま今度は首を絞めていきますが、飯田もなんとか返していく。これね、はい、あの首をの字をね、横から入ったんですよ。まあまあ切り返されたんですけど、はいはい、あ、首をの字って横から入るっていう発想あってんやと思って、なんか昔の人ってもう首をの字って普通に、はい、普通になんかつなぎ技みたいな感じでやってたけど、お姉ちゃんがフィニッシュホールドにしたじゃないですか、はい、でね、最近じゃもう若手さんでさえもう使わんような技をまた脚光を当てさせたみたいな。本当ですよね。それはなんか、あ、横から入るのかと思って、はい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 、ちょっとね、これすごいなと思って。いや、それはもう本当にミオでしかできない、まあ、気づいてない、まあ、着眼点といいますかね。そう、はい、そうなんですよ。なんかね、縦のものを横に使えたりしたり、はい、そのプロレスなんかこう、なんやろ、あの平面の動きじゃないから、はい、立体的に動かなあかんから、はい、もうほんま360度 全方位からの攻撃って考えるべきなんですけど、はいはい、その着眼点がみんなないんですよね。あ、それをね、ミオは本当にもう本当にいろんな多角度から見てるっていうね。そう、はい、だからほんまにこうスモールパッケージを横から入ったらどうなんねんとか、あ、そうですよね、下から入ったらどうなんねんとか、はい、はいはいはい、それだけでなんか全く違う技に見えたりとかしますからね。そうなんですよね、はい、まあさらにそういう意味ではもっと広い意味で言うとね、本当にこの4団体所属もそうかもしれませんし、まあミオの場合はね、もうこのウェーブマットにおいてもホワイトテイルズ以外にも紫三姉妹とかね、このクローズとかプラスマイナスとかいろんな、まあね、次から次へとユニットを作ったり自分の居場所ポジションっていうのをね確立していきましたよね。やっぱりフリーの人の方が、はい、そこは貪欲でしたよね、はいはい、この団体に出続けたいっていう思いがあるから、うん、はい、なんか所属よりフリーの方がそういうのは多かったですよ。そうなんですよ、から、でもまあ所属になったからこの人は、なんかアルバイトからの取締役になるみたいな、そんな感覚ですよね。そうですよ ね超サクセスストーリーですよね。超サクセスストーリーですよ、はい、いや本当にもう叩き上げ中の叩き上げみたいな、そんな状況でありますが、さあここでミオがナダル式のパワースラム、そして今度はバズソーキックの体勢だ。さあこれでフィニッシュとなるのか、飯田がホールド取られるか、2カウント。なんとか飯田が返してまいりました。さあ今度は足をすくおっと、土蜘の体勢どうだ、土蜘で決めるか、フィニッシュとなった。最後は土蜘で3カウント。まあ、土蜘もう首4の字の回転技ですからね、はい、そうですよね、これも発想の転換ですよね。ミオさん、自分は最初ミオさんに会ったばかりの時全然何もできなくて、ミオさんもでも自分も良かそうだったからって言ってくれて、いつもそばで優しくアドバイスしてくれたり、こんなお姉ちゃんなミオさんが前からすごい好きでした。ミオさん、本当に最後まで怪我なく無事に引退までおいてください。今日は本当にありがとうございました。こんな雑な下手くそな先輩のアドバイスを素直に聞いてくれてありがとう。私がリーダーになんかやれたことはとても少なすぎて本当申し訳ないんだけども、リーダーがそういうふうに感謝の気持ちを持ってくれてるんだったら、それをぜひ下の子に